意味わかんないですよ。などもですね、間近で見ることができます。ここ東京から少し遠い九州の地での開催にはなりますけれども、ぜひ多くの方にお越しいただきたいなというふうに思っておりますし、オートバイの耐久レースで世界に名を馳せた吉村秀夫さん